今回は前回お知らせをいたしました杉江能楽堂での上方舞と上方落語の公演の模様を少し皆様にご覧いただこうと思います。それではご覧ください。山村流の、はい、簡単に結構ですからちょっとお話を聞かせていただく。いや僕勉強しようと思ってます、はい。1806年です。に創立いたしました。大阪で出来上がった以下じゃないですか。
くるないです。そうです、ね。初めは。そうなるらしいです。ただこの形いわゆるこの寄せた形になったっていうのは割とそれはもっと、ね、当然新しくなっているので、そうですね、どのくらいなんですかね。まあ不思議の場合はで、まあ、太平洋戦争で1回も新刊出てますから、はい、それとあの昭和の初めの漫才道具ね、社会なくなりそうかやった社会判断で残してもほぼほぼ全滅しましたです。はい、よくほんまですよ。僕自身は戦後残したのは米朝反乱時書の弟子という視点を取られる。本当にこの師匠なんかいてなかったら残ってないですね。まあ、2力お前はどこで2力で1つで勝てやろうな。俺な、油屋で長野3年間食うも僕はと思う必死で食べた2力やろ。え、それ投げ出してこうだちゅうの休むってどういう。ちょっと待ちよ、この茶飲ましたか。いやいや、確かに覚えております、この茶で。いや、私な、あそこであのお茶を飲んでおりますとな、茶がポタポタと盛りますのに見てるとひびもなければ、うわ、好き、何の皮膚もない茶碗の茶が盛る。不思議なこともあるもんじゃが、はて何で何それ盛るんかい。それでハテナ、ちょっと待てよお前、それやったらハテナやなしに盛るなでいいじゃん。もうあれもさ、これ気づくんか、これ安物どころやれへんから。お前何をすんねんな、ほんまに。
いかがでしたでしょうか。今回私は初めてね、杉江能楽堂の方で回らせていただいたんですけれども、本当に素晴らしい空間で、まあ検証からもそうですし、我々舞台からも本当にすごくいい空間でしたので、また機会がありましたら回らせていただきたいなと思っております。何卒よろしくお願いいたします。それでですね、前回も、ご報告しましたがですね、国登録有形文化財の杉江能楽堂を後世に伝えたい。築105年の、国登録文、有形文化財杉江能楽堂をあるべき姿、あるべき形で継承し、貴重な文化財を活用、保存するプロジェクト。というので、目標金額150万円のクラウドファンディングを行われているそうでございます。そして今、120万円ほど、集まっている、みたいなんですけれども、今月2月の28日までまだ受け付けておりますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。